大雨をもたらした台風3号は今朝遠ざかり、県内では今日各地で気温が上がっています。県内では台風3号の影響で今日未明から今朝にかけて広い範囲で激しい雨が降りました。24時間の降水量は南伊豆町の伊良崎で 67.5 ミリ、浜松市天竜区佐久間で60ミリ、静岡市葵区井川で 47.5 ミリなどとなっています。今日は台風3号が南から暖かい空気を運んできた影響で県内各地で真夏日となっています。午前11時現在の気温は静岡で30度、三島で 29.6 度、浜松で 28.7 度などを記録しました。また予想される最高気温は静岡で33度、三島で32度、浜松網代で31度などとなっており、各地で真夏並みの暑さになる見込みです。静岡地方気象台ではこまめに水分を取るなどし熱中症の予防を呼びかけています。